札幌大会世界ダック選手権鶴田康、このオリンピックス対天竜ハンセン組が行われるわけであります。さて馬場さん、前回放送のこの大宮の開幕戦、ハンセン天竜組、あ、今映りました、このコンディション、戦いぶりどう見ましたか。いや、もう彼らにはね、もう作戦も何もなくったって力ずくでね、はい、倒せる相手はというかね、まあ、このハンセンと天竜と組んだ場合にね、やっぱり一番の今の強敵はこのオリンピックでしょうね。ですから、彼らにはその作戦的なものをね、どうやって倒そうかという、その2人のコンビネーションみたいなものが必要だと思うんですね。今日は中攻撃をかけたスタン・ハンセン、まず八つを襲いました。スタンハンセンであります。猛然と場外に引き出して、そして今リング上、ボディースラム、規制ボルトも投げました。エルボー、スタンハンセンのエルボーだ。開幕戦、天竜のコメントによりますと、このスタンハンセンとのコンビネーション、手応え、ある種の感触をつかんだと言っております。さあ、今度はサムソン・フィルキであります。サムソン・フィルキ、アスノラハイ、好スタートを切りました。この大宮大会、エルボーを行きました。サムソン冬木であります。高野を返し技で破りました。まあ、相手を待った、呼び込んだという形もありますが、キャリアの差を見せつけましたサムソン冬木。この4月で10年目を迎えました。乗っていますサムソン冬木、下からパンチを突き上げる八吉明、上からエルボーはサムソン冬木です。さあ2回目3回目パンチが飛んでいく。今度はチャップだ。さあ赤いコーナーに追い込んだジャンボ鶴田とのタッチ。さあ今度はジャンボ鶴田が出てまいりました。さあサムソン冬木と相対します。かつてフットルースと、そしてこのジャンボ鶴田、八つがハイキックやった時にもサムソン冬木、サムソン冬木、この鶴田に下田がやられてしまいました。さあ今日はどうか、サムソン冬木成長の後を見せるか。さあ先輩の意地、貫禄を見せるかジャンボ鶴田、振りを防ぐようなエルボー。さあそして天竜だ。さあロープをくぐらせない。さあ早くもジャンピングにの体勢、走った、飛んだ、打った、あ、かわした、いや当たったか。馬場さんどうですか。いや当たってました、当たってますけどもね、はい、ちょっとステップバックしましたね。そうですね、はい、激しい2人の戦い模様であります。さあ今度はスタンハンセン、スタンハンセンが出てきた。さあキックを飛ばしている、そしてフライトメイヤー、そしてエルボーであります。このエルボーをよく出します。このタッグプレーの時に、タッチの時にも、それからパートナーが技を仕掛けている時にも、実にこのエルボーを援護射撃、ある時にはこのダメージを追加するためによく使いますスタンハンセンです。そして丸太のような腕で締め上げますスタンハンセンです。クイックタッチです。今度は天竜が出てまいりました。さあ鶴田を捉えてダブルの攻撃、まず1回目ダブルのショルダータックルであります。ダブルのショルダータックル、この馬場さん2人の天竜とハンセンですから、これは効くでしょうね。そうですね、パワーです、パワーがあります。逆に返していったこのジャンボ鶴田。さあ見ましょう2人の対決。この大阪大会パワーボムで天竜が負傷しました。しかしこの武道館ではイコンマッチにはしたくないといった天竜、素晴らしい戦いを鶴田天竜繰り広げてくれました。これからはよりしのぎ合う戦いになるかもしれません。ザ・グレート歌舞伎が今度タッチワークを受けて出てまいりました。タッグの名手ザ・グレート歌舞伎、馬場さん、この札幌大会は馬場さん一つのポイントとしてこのタッグワークを挙げられましたが、まあ、今日はこのタッグの名手歌舞伎あたりが入っています。この連携が乱れますと隙を突かれるかもしれませんね。そうですね、まあね、天竜とハンセンやっぱ組んだのがね、はい、まだ3から4回でしょ。そうなんですね、まあ、特に前回の横浜大会の時には、まあ、内容で分かっていましたが、あー、トラースキック、ザ・グレート歌舞伎、内容で分かっていましたが、土壇場でこの連携の差にしてやられました、天竜ハンセン組であります。あの時には1週間しか準備期間がありませんでした。それからしかし4回組んでいます。4回ではありますが組んでいます。さあ今度は鶴田の張り手、2回目サムソン冬木下から崩れた。さあ今度はハンセンが猛然と出てまいりました。スタンハンセン、スタンハンセン、スタンハンセン、開幕戦でもチキンをラリアットで KO。 さあ声も出ますスタンハンセン。馬場さん、ハンセンのこの初戦演説、ハンセンのこのコンディションは開幕戦どう見ましたか。コンディションですか、これはもうむちゃくちゃですね。むちゃくちゃいいわけですね、そのスタンハンセン今日もバルキに任せて、さあ今度は2回目の合体攻撃、今度はエルボーを見せてまいりました。この大きな体がね、速いんですよね、はい、スピードがね、まさにブレーキの壊れたダンプカーとはよく言ったもんであります。さあ今度はやつがテクニックで丸め込む、しかしそれを返していきました。失礼、鶴田が丸め込みました。やはりこういうテクニックになりますと、グラウンドの展開などになりますと、鶴田やつ、何しろアマレスのオリンピック代表コンビ、オリンピックスであります、分があるかもしれません。さあしかしこう離れますと、離れますと天竜ハンセン組かもしれません。どういう戦いが繰り広げられますか。世界ダック選手権次週放送の札幌大会、冬木が捕まっております。やはり馬場さん、今冬木が捕まっているように、やはりタッグの起きて誰か
人をこの札幌大会どちらのチームもこの分断して一人に攻撃を絞りたいところでしょうね。そうそうですね、そういう展開になりますかどうか。現在は冬木が捕まっております。八津義明冬木を捕まえました。さあサムソン冬木、アスナロハイでは早くも2点を挙げましたサムソン冬木。馬場さん、この冬木のアスナロハイ初戦どうご覧になりました？よくやりましたか？そうですね、まあ大きい坂の相手にね、はい、ちょっと今ハンセンの攻撃があまりにも強く城樋口さんが倒れてしまいました。ちょっと飛ばしを受けた形になりました。それほど激しい戦い。さあ今度は場外戦だ、場外戦。さあ今スタンハンセンが待ち受けて、さあ鶴田を捕らえたか、いや八津を捕らえました、八津を捕らえました、八津を捕らえました。さあ今度は冬木に渡します。スタンハンセンの暴れっぷりによって攻守逆転しました。さあサムソン冬木ボディスラムから何がある、よく頑張った。今5分経過、開幕戦アスナロハイ2点を取りましたサムソン冬木であります。おっと八津吉明を逆エビ固めに取ろうとしているところです。今5分が経過、スタンハンセンも言っておりました、冬木もいいガッツをしている、河原同様だ、ナイスボーイだということを言っています。さあそのハンセンの声を背に受けて、さあ渾身の力で、おっ片手逆エビ固め今外しました。キックを1回くれて、いいタイミングで天竜とタッチ、ここはダブルの攻撃を見せそうだ。天竜を呼び込んだ、先輩を呼び込んだ、ダブルのラリアット。天竜のいない間頑張りましたサムソン冬木、自信をつけました。ネックブリーカードロップは天竜源一郎であります。馬場さん、この開幕戦終わって天竜選手がそうだな 70% ぐらいの体調からと言いながらも左膝を氷で冷やしておりましたが、まあ 70% と見てよろしいですね。そうですかね、やっぱり 70% じゃ困るんですよね、あそうですね、しかしその 70% の体調でこの開幕戦本当にそれ以上の動きを見せておりましたこの天竜であります。さあ札幌大会へどうコンディションを上げていくか、エルボーエルボー八津吉明、エルボー八津吉明であります。八津選手もこの三冠レースに名乗りを上げてきました。この天竜が三冠を取ったということでガゼンクローズアップ、ブルドッキングヘッドロック。八津もこの三冠レースに食い込んできましたら、馬場さん、この馬場さん、かなりこのファンの期待も集まるでしょうね。そうですね、やってもらわなければまた困ります。さあエルボーを打ちました、回転してのエルボーであります。八津吉明スタンハンセンの胸を襲いました、ハンセン突っ込みました、ラリアットでもありません、もう車に向いたら突っ込んだという感じ、本当にすごいスタンハンセン、すごいスタンハンセン、すごい。さあ今度はザ・グレート歌舞伎を捉えました、ハンセンがエルボー豪快です。再三カットに入りますスタンハンセン、おーやパラースキックか、さあスタンハンセンを追い込みました、今度はパーブロー、以上からため息が起こります。ザ・グレート歌舞伎、この天竜同盟との戦いになりました。この歌舞伎ガーゼンこのものすごい攻撃をいたします。天竜同盟のよく理解者このザ・グレート歌舞伎、さあ今度はシェンシック、ジャンボ鶴田厳しい、馬場さん、ジャンボ鶴田の攻め本当に厳しくなりましたね、本当にすごい攻撃であります、顔色も違います。もう一回その場で引く、スタミナを奪います、サムソン・フィルキのスタミナを奪います。今度はストンピン攻撃、ジャンボ鶴田です。まあ、前回の横浜対戦の時には、まあスタートから天竜ハンセン組が猛攻をいたしました。あ今度はダブルの攻撃です、五輪ならではの連携、まあ、横浜の時にはこの相手の天竜ハンセン、まあ、初回初めての対決ということでちょっと守りに入ってしまいました。力量を見ているうちに主導権を取られて守りに回ってしまいましたオリンピックス、今後札幌ではそうはいかない、このように話しています。さあ八津が出ました、馬場さんのお話ではこの八津がまたキーポイントということでもありました。ショルダースルー、八津にはこのどんな働きといいますか、この期待がありますか馬場さん。いや期待ってね、それはもう 100% 期待してるんですよ、どんな期待って言われてもいいですか、はい、困るんですよね、まあ、やはりこの戦いの中では八津のこの耐久力っていうのがこれまで光ってきましたね。そうですね、あの時にも横浜大会の時にも八津が粘りまして、それがこのオリンピックスの勝利を呼び込んだ感があります。さあ今度は右のキックであります、今度は膝で蹴り上げました、休んでる暇がありません。今度は八津からザ・グレート歌舞伎にタッチが行われました、ザ・グレート歌舞伎のアッパーブロー、今夜再三これが飛んでいきます。さあコンビネーションの乱れを作るのがザ・グレート歌舞伎、今度は逆に片指固めであります。世界タッグでは今冬木やられておりますが、この冬木川田が頑張っただけに千葉大会、今度は冬木も頑張りたい今日、そしてまた大宮では鶴田と組んだ高木が粘りました。そういった意味ではこの冬木今日頑張っていきたい。さ
かし今耐えに入っています。頑張れるか。ロープブレイクであります。どうしてロープブレイク。ストンピングを飛ばしたのはザ・グレート・カビキ。髪を掴んでそして腕を捕まえました。アッパーブロー、今度はボディに打っていきます。脇腹に打っていきます。もう1回リバーブロー、左右打ち明けます。そしてさらに上下の返しもあるんです。さあ今度はザ・グレート・カビキ、サムソン・フユキを、サムソン・フユキをコーナーに連れてまいりました。今10分が経過。スタン・ハンセンの声が本当によく出ます。このお茶の間の皆さんもこのブラウン管スピーカーを通じてスタン・ハンセンのこの声がお耳に達しているかと思います。フユキが捕まっています。ジャンボ・ツータの厳しい攻めだ。王が入りました。そしてボディースラム、うわーっと叩きつけるようなボディースラム。馬場さん、今のなんか殺人ホイップと言ってよろしいですね。そうですね。背骨をしたたか打たれました。さあ今度はキャメルクラッチに行きました。まあ、今攻め込んでいるこの鶴田、それから八つ、それから歌舞伎組ですが、まあ、連携の差が一つポイント、それから八つの動きが一つポイント、そしてこのハンセン、今映りましたがハンセン天竜のパワーを馬場さんどうしのぐかというのも大きなポイントになりそうですね。それはそうですよ。ハンセン天竜のこれらの、ね、力を防ぐということは ねこれはもう防がなきゃしょうがないし、はい、目に見えてね、彼の力分かってますからね。そうですよね。どう力を分散しますか、オリンピックス。さあ、今度はやつです。冬木、なんとかこれタッチしなければいけません。タッチしなければいけません。このまま防戦一方であります。さあ、オクラホマスタンキートからカバーの体勢、一つ一つ技を確かめるように、いや、真綿を締め付けるように八津吉明が技を打っていく。そして今度はサムソン・フユキのジャンプ力を奪う監獄固めの体勢に入っております。これで右の足をクロスしますと監獄固め成功。さあ、スタン・ハンセンがそばからエルボー、しかしまだ外れません。がっちり入っています。今度はチョップ、今度は外れました。八津吉明であります。グランドになりますと五輪ペース、離れて長い対天竜、円髄、天竜の円髄、八つの後頭部を捉えた。しかしクックタッチだ。連携はいい、連携は前日正規軍の方がいい。さあ、しかし天竜猛然と水平チョップだ。さあ、あっと拳を握って応える、捉える、あアッパーブロー、あーチョップ、アッパーブローいった、天竜もチョップいけ、天竜もチョップいけ、ひるんだ、もう一回いった、走り込んで打っていった、あっとその場でノーステップでザ・グレート歌舞伎も燃えている。アッパーブロー打っていった、天竜ストーンと腰が落ちました。ハンセンにもアッパーブロー、ザ・グレート歌舞伎がすごい、ザ・グレート歌舞伎がすごい、相手の攻撃をさせません。あって今度はプラスキック、サイドキック、そして2位を打っていったスタン・ハンセンの太い足であります。いやー、やはりヘビー級同士のこのパンチ合戦、あるいはキック合戦、ものすごい重量感があります。このまま一発一発が応えてしまうんです。さあ今度は冬木の2位に頭をぶつけました。そしてフライングメイヤー、声を出して今度はフェイスバック、青いコーナーの近く、これはハンセン天竜組のコーナーの近くであります。こう見ますと馬場さん、天竜ハンセン組というのは、まあ、天竜選手なんかが特にそうなんですが、何をしてくるのか分からないという怖さがあるんじゃないですか。まあ、そうですね、大体ね、あの、はい、こうやったらこうやって返して仕返してくるということは分かるんですけどね。ハンセンとの連携で何か新しいものを見たいという天竜ブレンバスター。なんかこう見てますとね、天竜もハンセンもお互い負けまい負けまい負けまいとしてこう技をどんどん出している、そんな感じがするんですね、馬場さん。そうですね、まあね、はい、どっちかというとあのハンセンは技と言えるようなものがそんなに出てこないんですね。打ったり蹴ったり、そうです、はい、しかしこれが効くんですね。あ、今度は冬木だ。冬木、いいタイミングでタッチを受けて、ここは出番だ。ナッツスピンキック、冬木のスピンキック打った。さあ今度は答えに固めた、鶴田返しました、鶴田返しました。さあ今度は鶴竜対決、今夜3回目。さあロープのしちゃって、さあ今度は天竜だ、天竜。さあ何が飛び出すか分からない、あー、何が飛び出すか分からないのは鶴田も同じハイキックだ。しかしスタン・ハンセンがすぐそば、ご覧のようにもう蹴ったり蹴ったり殴ったり、スタン・ハンセンの重量感のあるキックが飛んでいきました。見事にカット。さあ今度は奴が飛び出してきた、この辺は連携がうまい五輪コンビ、そのままランニングラリアット、ネックブリーカー気味に決まりました。八津吉明です。そしてフロントスープレックス、おっと、八津は鶴田に変身したようだ。これは驚きました。まさに技は限りなく持っています。
天竜のハイキック、空気へのつなぎ、さあ動きが速くなりました。オリアコールを受けて、さああまりにも強すぎる五輪コンビへのオリアコールであります。八重のオリアコールであります。新進行になって高いコーナーに進んでまいりました。今日はこのザ・グレート・カビがベテランの味をいかんだかっきりラリアット、打って寝かせるラリアット、かろうじてちょっと飛ばしました天竜です。また雰囲気がちょっとつかまるようなそんな体勢になってまいりました。これは危ない兆候であります。危ない兆候、キシンシック完全に胃袋狙い、雰囲気の胃袋が裂けそうだ、ストマック狙い。15分経過、さあカビが飛び出した、頸動脈やパブロ、そして今度はブレンバスターの体勢です。カビキの実に安定した、あっとしかしバックに待って、あーキックは読まれていた、そのまま畳み込んで危ない、感染のマッハのカットであります。まさにマッハのカット、この大きな体でどうしたんだ速い動きができるんでしょうか。円錐切り正面から打ちました、円錐切りであります。天竜の円錐、歌舞伎の運気を止めた、攻守入れ替わった、ラリアット押し込むようなラリアット、そのまま赤丸の店、天竜どうだ、カウント2、カウント2であります。しかし歌舞伎もしぶとい、五輪コンビもしぶとい、さあとどめを刺すのはこれか、天竜トップローブエルボー、調子のいい時に出るんです、この天竜のエルボー、鶴田もカット。馬場さん、この五輪コンビっていうのは本当に捉えどころがないと言いますか、本当にこのしたたかさ、しぶとさがありますね、打っても打っても、札幌大会もこの粘りをどう崩していくんでしょうか。しかし要所を締めるのがこの五輪コンビでもあり、そしてまたこのザ・グレート歌舞伎でもあります。さあ今夜は札幌の前哨戦、スタンハン戦が出てまいりました。さあこれが天竜です、ちょっとダメージが残るか、天竜です、エルボーを落としました、スタンハン戦です、歌舞伎を捉えています。さあ天竜選手がまだちょっとエプロンにうずくまっているようであります。大丈夫か天竜、今リングの中に入ってまいりました、リングの中に入ってきた、戦う権利があるのはこの天竜です。さあ歌舞伎を捉えました、天竜と歌舞伎、天竜と歌舞伎、さあ天竜が両の手を合わせる、一つ一つ確かめるようにパンチを打っていった、そしてパワーボムか、パワーボムか、鶴田の目の前でパワーボムか、さあ自らが大阪でやられて、そして武道館で三冠を奪取したパワーボムか、さあ鶴田が出た、そしてハンセンも出た、チョップの押収、さあおっと合体攻撃が見られる、合体攻撃が見られる、おお合体パワーボムだ、これは危ない、これは危ない、奴がカットに入るが、歌舞伎どうだ、歌舞伎どうだ、歌舞伎どうだ、まだまだまだ仰向けになったまま場外にもつれ合っているのはこの2人、さあ今度は鶴田がおっと冬木とももみ合う、冬木ともみ合っています。ご覧の状態、歌舞伎は完全にダウンであります。天竜とハンセンの合体パワーボムを受けまして完全にダウンであります。さあリング上では鶴田と天竜、あ鶴田のラリアット、ジャンボラリアット、天竜を避けました。さあ試合はどうなるのか、あと2位を外した、あとサポーターを外した、かつて試合終わった、ジャンピング2位が行きました。開幕戦、それからこの今日の試合と面白いようにジャンピング2位が決まっているんです。これは場外のスタンハン戦です。スタンハン戦、やつを捉えております。リング上では天竜が今大の字、そして歌舞伎が先ほどの合体パワーボムを浴びまして大の字であります。生き生きしているのは鶴田、さすがに無尽蔵のスタミナを誇りますジャンボ鶴田。さあ今度は天竜に襲いかかる、上になってパンチ、もしかしてこのパンチ攻撃、先ほどのジャンピングで期待が切れるかもしれません。さあザ・グレート歌舞伎が勝手に入りますが、これでなりません、あスピットに入ろうとしますがなりません。さあ上樋口が静止に入りました、おっと味方の歌舞伎選手を向こうに押し合っています。おっと歌舞伎が今ジャンプを押し合いました。まあ、日頃からこのおっと今度は天竜に歌舞伎が今度は天竜にストンピングを打っていきます。これまでこの天竜の同盟には陰ながら声援を送っていたザ・グレート歌舞伎、よく理解者だっただけに今のはちょっとヒヤッとしました。ちょっと状況が分からなくなりましたが、さあこれでまた元の形に戻りました。夏が出てまいりました。さあ今度は狙いは天竜だ。札幌大会できることならこの天竜に的を絞ってピンホール奪いたいと言ってました。大会どっちに照準を絞るにしても天竜ハンセン、照準が絞りにくいですからね、2人ともね。そうですね、やはりコンビネーションということになるんでしょうか。さあ今度はスタンハン戦です。満を持して出てきたと、さあスタンハン戦のスタミナ、
さあしかしアッパーブローが飛んでいくザ・グレート歌舞伎、今日はこのアッパーブロー何回打ったでしょうか。もう100発以上打っているかもしれません。そして落ち着いて今度はヤツにタッチを行いました。さあブルドッキングヘッド、おっとこれは外した。おお、そしてジャンボ鶴谷にチョップ、驚いたスタンハンセン、まさに世界の人間。そしてこれが開幕戦最も効いたの鶴田が言っているヘッドバット。そしてフライングメイヤー2位を落とす。重量感あふれるグリ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 スタンハンセン、ものすごい攻撃、えげつない攻撃。スタンハンセン今度はパンチを打っていきました。八津義明もちょっとこれは横浜と同じような形、耐久のこらえる場が多くなってまいりました。しかし五輪コンビ、さあ今度はダブルジャップ、ここからサンドイッチに行くぞ。おっといかない、今度は新しいパターンだ。これは私見るのが2回目、ダブルのブレンバスター、新しいパターンを取り入れてまいりました。カウント2まで追い込んでいます。お互いチーム両チームとも研究しています。今20分が経過しました。やつがホイップする、スルタがハンセンが突っ込むショルダータックル。まあ馬場さんやる気もそうなんですが、スタンハンセンのこの勘が冴え渡ってるという感じが受けるんですが、まあ、そうですね、今ハンセンのプレースですね。ということはね、ハンセンがね何をやるかわからないでしょ、あの間合いはないんですよね。本当にもうコバコバ来ますからね。ああいう場合あの五輪コンビはどうしたらいいんですか。さあどうしたらいいんでしょうね、間合いがなくどん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 来られてしまうんですね。天竜選手の額が割れました。先ほどのエルボーあるいはパンチ、そしてジャンピング2位で割れたのかもしれません。さあ今度は天竜がエビに固めました。相手は八津義明であります。さあ天竜、流血の天竜です。見ましょう、天竜突っ込んだ気合モルトも今夜2回目ラリアット、あの鶴田も打っていったラリアット、カウント2までやつを追い込んだ。進むそばにはもうすでに片足を入れて歌舞伎がもう救援の体勢に入っておりました。さあ両チーム一瞬の隙を突くのはどちらか。さあ今度はヤツを捉えた、ヤツがロンディーバトルか、あパワーボムだパワーボムだ、今度は反省は出てこない、正面からパブロー早い、歌舞伎のカバーが早い、カットが早い。さあ今度は笛木だ、笛木の動きも早い、狙ってスマして打った笛木ラリアット。さあグラーという笛木の得意の雄たけびが始まった。さあ右のスピンキック、これは捉えられた、読まれた感がある。今度は自らニュートラルコーナーに走って、あーラリアット、ジャンボするとも前に出たがラリアット。さあ首がダメ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 、さあ大金星かダメダメです。さあちょっと間が空いた、もう逃しません。さあバックドラップバックドラップ、さあ4選手のカバーぶりはどうか、さあどうか、あっとハンセンだ、一番早くついたのはやっぱりハンセンだ、ハンセンのガット。さあここから6人タッグマッチ、動きが速くなった動きが速くなった。さああと一撃が必死の反撃、フライングボディシャストラップ、ロープにロープに物が突き刺さった、これで万事休すか。うわっと天竜も天竜も助けに入れない、ハンセンも助けに入れない。さあバックドラップ完全無欠、決まりました、打ちました、カバーしました、どうだ、おっと間に合わない、天竜必死のガット間に合わない、天竜しかし札幌へ向けて、札幌へ向けて、そう鶴田へ向けてラリアットを打ちました。ゴンがランドされています。今完全にカウント3に入りました。ご覧の状況であります、鶴田が天竜を今場外に追いやりました。そしておっと椅子を持ったのは、椅子を持ったのは天竜か、そしてハンセンはブルーロープを握りしめております。リング上はバックドロップを送ってしまった藤木が第2の手であります。そしてこれは夏でありましょうか、やはりこのリングの外で大の字になっておりました。さて馬場さん、非常にこのテンポの速い、あーっとブルーロープです、ブルーロープで安田仕掛けを締めております。スターハンセン札幌への予告でありましょうか、ま、この収拾のつかない試合だったんですが、馬場さんこの札幌への前哨戦いかがでしたでしょうか。そうですね、あの2人とも4人ともコンディションはいいですからね、本当に ね、 ね、休む暇がなかったですね、なんとも言いようがないですね、特にこのやはりスタンハンセンの動きが目につきましたか。いや彼の動きは目に映りますけども、あの彼の前のね、はい、前がないんでね、かえってあの一発ボーンと攻め込んだらね、はい、彼の動きが止まると思うんですよね。ジャンボ鶴田が最後はバックドロップ3層の雰囲気を捉えまして全日軍団の勝利、札幌への前哨戦飾ったわけであります。